ラジオネームトゥーパンプさんです、はい、急に肌寒くなりましたね、はい、これからの季節上州人ならお切り込みですとね、うん、私は伊勢崎市出身ですが暮らしていた地域では二房棟と呼んでいました。今さら説明するまでもありませんけど、どの家庭でも作られたおばあちゃんの味だと思います、うん、大量に作って翌朝に立てっかえしをご飯に乗せて食べるのも私たちの大切な食文化です、うん、ちなみにセブンイレブンで販売されているおっきり込みは販売している地域では二房棟という商品名になっています。中身は同じなんですよね。へいいねさ、地域柄にね、うん、立てっかえしとかいいよね。なんか群馬って感じ、うん、ねえ来ておりますし、はい。